バルトシュタインが、ベートーベンのサイン帳に記したメッセージ。フェルディナント・イルンスト・ヨーゼフ・ガブリエル・ホン・バルトシュタイン、ウント・バルテンベルク伯爵は、ドイツ系ボヘミアの貴族出身、芸術家のパトロン。バルトシュタイン家の生まれで早くから、ベートーベンのパトロンだったほか、ボンで、宮中顧問官を務め、英国陸軍中尉、ドイツ騎士団司令官などの政治的、軍事的な役職に就いた。 バルトシュタインはウィーンに生まれた。1787年にドイツ騎士団に加わった。彼はエリンゲンでノービスに、1788年6月17日に騎士団総長のマクシミリアン・フランツ・フォン・エスター・ライヒによってナイトに除せられた。1788年初めからボンに今日構えたバルトシュタインはケルン選定校の宮殿への出入りを許可された。翌年には スーミツコモン門ン及びボンの衆議会の議員となる。2年後、ゴーデスベルクに騎士領を得て、これにより、領主としてケルンの議会に議席を持つことになった。1788年から1792年にかけては各種の外交的職務に送られた。1792年にはフィルンスベルク、ドイチルデンスボーレ・フランケンで司令官となる。 1794年には選定校のフランスへの作戦に同行した。ボンにおいて若きベートーベンの才能を見出したバルトシュタインは早くから彼のパトロンの一人となった。1791年に開かれた騎士団の会合ではベートーベンが彼のために作曲した騎士のバレエ WOO1 をバルトシュタイン作として発表している。1792年、 ベートーベンをハイドンに推薦したのはバルトシュタインであった。また、ベートーベンは1804年にピアノソナタ第21番派長調作品53をバルトシュタインに検定している。ナポレオン軍を討伐するという思いに問わられた。バルトシュタインは軍隊を養成しようとして全財産を浪費してしまう。1795年6月3日にはイングランドとの間で、 メルゲントハイム連帯を創立するという契約に調印し、1796年からは、ロンドンで暮らした。1797年7月23日、選定校は次のように書いている。1年以上にわたり、修道会も債権者も、フェルディナント・フォン・バルトシュタインからなんだ知らせを受け取っておらず、彼には多くの金と賢明さを望みたい。バルトシュタインが時折、 自らの連帯と共に西インドにいたとする証拠が残されている。1807年、彼は英国軍を去る。1809年以降、バルトシュタインはウィーン、または自らのボヘミアの所有地で暮らし、1811年に騎士団から身を引いた。1812年5月9日、イザベラ・ジェブスカ女伯爵と結婚している。財務処理をし、 損じたことで貧困に陥り、1823年にウィーンで生涯を閉じた。1792年11月にベートーベンにウィーンへの旅立ちに際して彼が送った言葉は広く知られている。親愛なるベートーベンへ、長きにわたって叶なわなかった望みを実現するために君はウィーンへ旅立とうとしている。モーツァルトの守護神はいまだにその守り子の死を痛み。 涙している。くめどもつくせぬ、ハイドンのもとに、守護神は避難所を見出したが、そこは、働きの場とはならなかった。彼を通して、さらに別の人間と結び合いたいと望んでいるのだ。たゆまぬ鍛錬によって受けた前、モーツァルトの精神を、ハイドンの手から、音楽学者、ルイス・ロックウッドは、この記念帳への書き込みは、言葉遣いや、比喩的表現の点で際立っており、 この習字的な言葉は厳粛で資料深く、単に一人の芸術家である友人の旅立ちとしてだけでなく、音楽史上の出来事としても表現していると述べている。ありがとうございます。